はい、電吉クラブです。今回は僕にとって最も好きで憧れた電車の紹介です。その電車は国鉄157系といい、どちらかといえばマイナーな部類に入る電車ですが、僕はこの電車を手にしたくて鉄道模型を始めたと言っても過言ではないのです。グリーンマックスのキットを丹精込めて作っていたあの頃、まさか加藤が製品化してくれるなんて夢にも思っていなかったな。我が家の157系ですが、まずは登場時の姿。デビューは1959年のデラックス準急日光でした。模型は2002年にマイクロエースから発売されました。ライバルの東武鉄道に対し圧倒的優位に立つために、当時東海道線で大人気だった151系特急こだまと同じシートが装備されたんです。日光線の勾配区間に対応するために、電動車比率を高める目的で両先頭の2両ずつが電動車ユニットになりました。停車駅も上野宇都宮間ノンストップという特急並みのダイヤで、日光直通の観光電車なんだと強調されました。日光観光客の誘致競争でかなり優位に立てた国鉄でしたが、ライバルの東武鉄道も黙ってはいませんでした。あろうことか東武鉄道は1720系というデラックスロマンスカーを投入してきました。その電車は当時国鉄では2等車にしか見られなかったリクライニングシートと、157系ではかなわなかった冷房装置の搭載、体の大きな外国人観光客でも楽々座れる広いシートピッチが採用されていました。ダイヤも浅草東武日光間ノンストップという国鉄をしのぐ設定で、観光客をどんどん東武へと奪っていきました。特別な準急型電車として生まれ、日光の観光客争奪戦では東武の DRC に敗れたものの、157系の流麗なスタイルと人気を、慢性的な輸送力不足に苦しんでいた東海道線に転用させようと思うのは必然でした。急行電車も経験し、最後は特急電車として活躍した後に、華々しくたった18年の生涯を終えた電車です。日本の高度経済成長のために懸命に走り抜いた大好きな157系電車をナレーションっぽく語ってみようと思います。東から昇った太陽はいささかも迷うことなく照り輝き、やがて西の空に沈んでいく。鉄道車両の一生も同じだ。この世に生を受け、命を輝かせ、やがては西方浄土へ帰っていく。高度成長の時代に観光客やビジネスマンを運び続けた日々、私は満ち足りていた。幸せだった。この時代に生を受け、日光では東武デラックスロマンスカーに敗れたが、時代は私にやり直すチャンスをくれた。日光を離れて151系特急こだまや153系急行電車の仲間たちと日本の大動脈を支えることができたのだ。そして今や世界の新幹線と呼ばれる後輩にバトンを渡すことさえできた。聞いてほしい。鉄道車両として大切なことは、どれだけ多くの人々に利用してもらったかという事実なのだ。こだまの需要が足りなければそれを補う。伊豆の温泉に行きたい家族がいれば快適に運ぶ。それだけなのだ。確かに私の一生は短かった。当時希少だった冷房装置を特急車に譲り、非冷房でこの世に生を受けた私には、観光電車にふさわしい大きな窓が採用された。それを開閉できるバランサー機構がついた大きな加工窓だった。それがやがては雨水による外反射を内側から引き起こす原因になったのだから、無念といえば無念だ。しかしこの事実は以降の多くの鉄道車両への教訓となった。後輩の
185系踊り子には小型の上昇窓が採用された。117系新快速は2段式ユニットサッシで登場した。高度成長時代に生まれ試行錯誤の末に誕生した私だが、私は常にやがて来るこの国の遠い未来を信じていた。航空機や高速道路の発達で鉄道はもはや車両産業だと言われたこの時代、そこに待っていたのはまだ知らぬ明日だ。18年という短き一生、余震場燃え尽きたとしても私には見える遥かの地、日本の鉄道は世界一と呼ばれるその日が、各分野それぞれがそれぞれの発展を遂げた日本という国は今や堂々と世界の先進国の仲間入りをしているではないか。私もそれを成し遂げた昭和という時代の一つの歯車になれたのだ。不幸に見えたかもしれないが、私には貴賓車があった。何度も何度も昭和天皇の行幸に同行できた。那須や葉山、沿線では多くの人々が手を振ってくれた。それだけで私は何もいらない。他に何を望むだろう。知っているだろうか、特急こだまが裁ききれなかった乗客を受け止めて、こだまのたった10分後を並走した特急響き。購買線区用のギア比なので、モーターをフル回転させて、同じ停車駅、同じ所要時間で走った。走り切った。新幹線にバトンをつなぐまで。ここから普通の語りに戻りましょう。1969年、東海道新幹線の開業で、高度経済成長は、ますます加速し、日本全体が豊かになっていくのを感じました。新幹線にバトンを渡した157系の次の職場は伊豆でした。経済発展で一般庶民にも観光旅行ができるようになったんです。こうなると1961年に開業していた伊豆急に東京から直通列車を走らせること、それは時代の要求でした。東京から伊豆方面への電車は急行伊豆、奥伊豆、天城、出湯などの愛称が使われました。そして1969年東京伊豆急下田間に157系を格上げして特急天城が誕生しました。デラックス準急としてこのように生を受け、臨時特急響きから急行伊豆、最後は特急天城として有終の美を飾りました。一般に鉄道車両は特急車として登場しても老朽化とともに格下げされる傾向がある中で、異例の出世運用だったんです。国鉄電車には特急型、急行型、近郊型、通勤型の区分がありますが、157系って何型なの？とよく聞かれます。写真をご覧ください。特急型か急行型かといえば、車体断面などは急行型と同じ形をしていますね。151系は明らかに車体が低く断面が小さいのがわかります。急行型の153系とは貫通扉がなく鼻筋が通っている違いがありますが、とてもよく似た顔立ちをしています。でも室内は153系のボックスシートに対して157系は151系と同じ回転クロスシートを採用していました。どちらも比例棒で登場したので窓が開くのですが、153系の2段窓に対し157系は観光電車という位置づけだったので、3のない大きな1枚加工窓が採用されました。そのために特急型並みの外観になったんです。特急響きや天城での活躍と室内設備を配慮して、現在では特急型に区分されているようです。加藤の製品は基本的にはとても気に入っているのですが、屋根色だけが明るすぎて嫌なので、作例のように僕は軍勢の32番軍艦色に塗り替えています。
クーラーは31番軍艦色にして屋根上のメリハリを出しています。また実車は冷房化改造をした際に先頭車同士の連結を考慮してジャンパー線がついたので後に出た部品で再現したんです。模型は2000年に加藤が特急時代を、2002年にマイクロエースが準急時代を発売してくれました。その前にもグリーンマックスがキットを販売していましたので、157系ファンとしては購入して丹精込めて作っていました。加藤の赤2号の特急色とマイクロの赤11号の準急色、クリーム4号は若干の色味の違いはありますが基本は同じ色ですね。モハ156では冷房装置の搭載がかなったのでパンタグラフも増設されて2機になっています。若干のウェザリングもしています。準急時代の屋根には冷房準備工事とパンタグラフ増設のための配線が準備されていたのでそれらが再現されています。そんな我が家の157系です。157系大好き電吉おじさんはまずマイクロエースの準急時代6両セットがあります。続いて加藤のセットですが、特急響きとしていろいろな編成が組めるように12両、東海道線で特急こだまを保管して走りました。この時代大阪駅でも頻繁に157系が見れたんです。次は新幹線の開業フィーバーが終わって伊豆への特急に転身した姿で特急天城です。2両の増結を従えた9両フル編成です。加藤はこの時代を意識して製品化してくれたようです。ただ増結セットを連結するカプラーが気に入らなかったので僕はトミックスの TN カプラーに交換してしまいました。連結間隔など狭くて実感的になったと思っています。どうですか？これでなくっちゃね。続きまして特急天城12両編成です。天城12両編成で走ったことなんかないんですが、模型ではこうした夢も実現できます。157系が大好きすぎて夢の編成を揃えてしまいました。編成も電動車ユニットと電動車ユニット2つのユニットにサロとサハ4両の付随車が挟まってまず8両、電動車ユニットにサロとクハ扱いで使用されるクモハで付属の4両編成、修善寺行きがあったという設定になっています。めちゃくちゃですね。やってることが模型の世界のことですのでそのあたりはご勘弁くださいね。最後5編成目ですが、黒157の入ったお召し列車の編成です。原宿の宮廷駅から那須、軽井沢、伊豆、沼津方面に向かいました。これ、貴賓車ですね。では早速、黒157、貴賓車を見てみましょう。ここが貴賓室です。天皇陛下はここの窓から沿線の方々に手を振られたんです。ここに菊の御紋章がついていました。ちょっと黒157のお顔の方を見てみましょう。この顔は急行型の153系の前期型と同じ顔だったんです。それでは内装も見てみましょう。ここが貴賓室なんですけど、色は僕の想定に過ぎませんがゴールドの絨毯と真っ白なテーブルが目立つように塗ってみました。他にも侍従の方々が控える部屋などもあったようです。ではボディを戻しておきます。157系の貴賓車黒157のご紹介でした。
加藤のセットでは5両編成での発売でしたが、我が家ではもう1両サルを加えた6両編成でも運転できるようにしています。今回は対向式2面2線の小さな駅、一ノ橋駅を持ち込みました。こうした小さなセクションジオラマですが、あると雰囲気が違います。本日は大好きな157系電車の栄光の物語でした。電吉クラブは僕が45年間の間に集めた数多くの車両たちをそれぞれのエピソードを加えて紹介していくチャンネルです。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またお目にかかりましょう。